あなたの人生を左右してしまうようなものを今日はね、キャンセルする方法をお伝えしたいと思います。こんにちは、矢野圭三です。コーンスマイチャンネルへようこそ。今日はですね、部屋の床に蓄積する〇〇があなたの人生を左右するという話をしたいと思います。ごめんなさい、少し、怖いタイトルになって、しまいました。ですけど、今日のね話は、多くの人がこのことを知らずに、実は普段の生活でネガティブな方に気分が引っ張られている可能性があるというところがあるので、今日のですねこの動画を見ていただくと、ネガティブな思いがとってもねクリアになりやすくなるということが起こると思いますので、どうぞ、最後までご覧ください。そしてですね、このタイミングでよかったら、チャンネル登録とグッドボタンの方も忘れずにお願いしたいと思います。チャンネル登録者数が増えると、こういうね知識がいろいろな人に広がっていくということで、まあ、私としても非常にありがたいなと思うので、どうぞご協力いただけたら嬉しく思います。はい、では内容に入っていきますが、その前に一つ、私は普段幸せなライフスタイル研究所というオンラインサロンをやっています。詳細はですね概要欄に書いてますので、興味がある方は一度よかったら覗いてみてください。ではこれからね、なんか話をね入っていこうと思うんですけども、なんかねちょっと難しい話に聞こえるかもわかりませんが、まずはここからいきたいと思います。ではこれをご覧ください。はい、これなんて書いてると思いますか？読みますでしょうか？これはね形態形成理論というふうに書いてるんです。形態形成理論、なんじゃそりゃと、いう方も多いと思うんですよね。結構マニアックな、理論なんですけども、ただ私が普段やってる空間心理学とすごくねつながってるところもあったり、例えばね風水とか火葬にも実はすごくつながるエッセンスもあるんで、非常に面白い、内容なんですけども、これはですね実は、ルパード・シェルドレイクさんという方が、元ケンブリッジ大学のフェローの方が提唱した考えなんですけども、私はそれをですねいろいろ研究して、今から4年ぐらい前に、なぜ一流の人は自分の部屋にこだわるのかっていう本を、まあ、角川さんから出させていただいた本があるんですけども、この本でもね、細かくいろいろと紹介してますけども、詳細を知りたい方はまたね本とか手に取ってもらったらいいと思うんですけども、この動画でお伝えできる話としてはこれなんですよ。この理論っていうのは、記憶や感情がその場所に蓄積されるということなんですね。で、例えばイメージしてもらいたいんですけども、例えば街中にあるいつも潰れる飲食店の場所っていうのを、見たことがないでしょうか。いつもあそこの店舗なんか数ヶ月だったら変わってたり、持っても1年だなみたいな形の場所っていうのがないでしょうか。例えばねそういうことであったりとか、それ以外には何か出てきそうな場所っていうのがないでしょうか。あまりこういう話すると寝れなくなったらいけないのであんまりしないですけども、なんか出そうな場所だなっていうところは大体多くの人がそういうふうに思ったりするとかですね、それ以外には例えばいつも喧嘩っぽくなる会議室みたいな場所もねあったりするんですけども、これって結局何かというと、私が先ほど言った形態形成理論から言うとですね、全てその場所に記憶感情として残っていってるんですよって話なんですね。さっきのよくお店が潰れる飲食店っていうのは、その前に入っていた飲食店の、例えばラーメンがまずかったとしますよね。そのラーメンを食べたらまずっていう感覚の記憶と、まずって感じた時の感情がそこの空間に蓄積されていってるっていう感じなんです。そうするとその店が潰れましたと。そしてその後、居抜きで、美味しいラーメン屋さんが入ってきましたというふうになりますよね。そして美味しいラーメン屋さんが入ってきて、経営をしていくんだけども、そのラーメンを食べる時にそこに蓄積されている記憶と感情に結構人っていうのは影響を受けるので、美味しいはずのラーメンがいまいち美味しくないように感じるなみたいな状況に陥って、どん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 そこからネガティブスパイラルに入っていって、その店も人が入らなくなって、そしてまた新しいお店が、あ、居抜きだ、ラッキーって形で入ってくるんだけども、それを起こすというふうなことが起こったりするんですね。これを、まあ、眉唾物だと思う人もいるかもわかりませんが、こういう話を、繁盛飲食店をね、プロデュースする、プロデューサーの人とも話したことあるんですけども、その時に、矢野さん、それわかるわって、なんかね、そういうのすごい感じるところがあるって言われてました。で、そういう、店舗のプロデューサーの人たちは、だからできるだけそういう流れにならないように空間をうまくコントロールして、
気持ちが盛り上がるような別の盛り上がり感を演出したりするようなことをやったりしてるというふうに言ってたんですけども、ただベースにそういったものがある空間というのは本当にあるよねっていうふうに言ってましたね。ですからまあ私一人だけ言ってることじゃなくって、やはりそういったことを感じている、まあ、空間プロデューサーであったり私たちのような一級建築士もいるというふうには思うんですよね。ですから、こういうところから推測できることは何かというと実はこれなんですよ。家の場合はそこの空間、特に床に普段の感情や記憶が蓄積されているっていうふうにしてイメージしてほしいんです。わかりますか？あなたの、あなたやあなたの家族の記憶や感情はあなたの例えばリビングであればそこのリビングに、蓄積していってるっていう感じなんです。その角度から言うとちょっと嫌な気分になってきてる人もいるかもわかりませんが、ちゃんとね最後にまで聞いていただいたそれがクリアできるように話しますんで、最後までね、聞いてもらいつつこれからの話をしますね。で、例えばいつも喧嘩ばっかししているリビングっていうのは、実はね喧嘩しやすくなるんですよ。それはなぜかというとその床に、喧嘩じみたイライラとか悲しみとか怒りとかのエネルギーとか記憶が蓄積されていってるからなんですね。ですからそこの場所に行くとなんかイライラしやすくなるっていうことが起こったりします。一方でですね、いつも笑いが絶えないリビングだとしたらそこのリビングに行くとなんかニヤニヤしたくなるとかですね、笑いたくなるっていうふうなことが逆作用で起こったりするということで、これねいい悪いではなくってそういう種類の記憶が溜まっていくとそういう感情の種類も溜まっていく、こっちの感情の種類が溜まっていったらこっちの感情と記憶の種類が溜まっていくっていう風にしてどん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 別のような感じになっていくというイメージを取ってもらったらいいと思うんですよね。ということはここで分かっていただきたいのは、あなたの家のリビングにはどんな記憶や感情が蓄積されているかということなんですね。でここでちょっとドキッとした人もいるかも分かりませんけども、やっぱしいつも、喧嘩ばっかりしていた家であったらやっぱりそこの、リビングにいると喧嘩したくなったりするんですよね。イライラしたり優しい言葉をかけようと思っているのにパートナーにところであれはどうなったんだっていうふうにしてある意味質問に聞こえるような形になって、なんであなたにそんなこと言わなきゃいけないのっていうふうにして、まあ、バトルになったりとかですね、そういったことがちょっとした違いなんですけどもそこの空間に蓄積している記憶や感情に、まあ、左右されてそういったことが起こりやすくなるということなんですよね。じゃあですね、じゃあどうすればいいのって話をこれからしたいと思います。実はですねこれキャンセルさせる方法があるんです。このねそこの記憶、場所に記憶とか、感情が蓄積された場所にですねキャンセルする方法があるんです。はい、それはどういう方法かというとですね、次のスライド、このスライドが間に入ってますが、これは、まあ放送事項でもあるんですけども、だけどこのタイミングでもう一回あのチャンネル登録とグッドボタンの方がまたの方はぜひね、押しておいてくださいね。いいですか？じゃあこれから内容を言っていきますけども、じゃあどうすればいいか、なんですよね。このどうすればいいかっていうのは答えはこれなんです。これ何だと思いますか？なんか分かりますか？もの何かなんかこれ 見ようによっては脳みそみたいに見えたりとかなんかこうね味噌なのかなとかなんか何に見えますかね。でこれね分かる人はすぐ分かるんですけどこれ何かというともぐさというものなんですね。そして答えはこのもぐさを炊くということなんです。でこのもぐさっていうのは実は昔の日本からよくそういう場所を清めるときに使われていた、ものでもあって、もぐさっていうのはねお灸をするときに乗せるやつなので匂いとしてはちょっと独特なんですけども、このねもぐさを炊くっていうのが実は根底からその、まあ、記憶とか感情を、クリアにしてくれやすい、効果があるんですね。ですから、そのもぐさをですね、その場所に、まあ、置いてリセットするという形で、使うことがいいんじゃないかなというふうに思います。この匂いに慣れない方はちょっと難しいかもわかりませんが、ただどうしても喧嘩じみてそういったことが起こりやすいなっていうのを、リセットしたいなと思ったらですねこのもぐさを購入していただいたらいいんじゃないかなと思います。ネットの通販でもすぐに手に入るので、気軽に手に入れて、ね、使ってもらいたいんですけれども、できれば、月に1回ぐらいのペースでは、最低やっていくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、
まず床にねどんなものが蓄積しているかということで、笑いの絶えない家族であれば別にリセットする必要はないと思うんですけども、こういうね、新型コロナのタイミングでイライラしたりする人も増えてると思うんですけども、そのイライラをこのタイミングでしっかりリセットする意味でもよかったら、このもぐさを例えばリビングとか気になる場所で焚いてみるということをやってみてください。そしてできたらね、実践して実感があったらぜひねコメント欲しいなと思うんですよ。この動画を見てやってみたらあまり効果がなかったという人から、すごく効果があったという人までいるかもわかりませんが、ぜひね、そういう情報を私もいただけると非常に嬉しいかなと思いますし、逆にこの時点でまた質問が出てきたりとかしたらぜひコメント欄にそういった質問もね載せていただけたらなというふうに思います。はい、であとはですね、個人的に相談に乗ってもらいたいなっていう方はよかったら私概要欄に LINE で友達になっていただけるように、URL を貼ってますから、そこから友達になっていただいて質問いただいてもそれでもお答えするようにしています。はい、ということで、そろそろ終わろうと思うんですけども、もう一回、しつこくなんですが、チャンネル登録と、グッドボタンの方も忘れずにね、押しておいてください。はい、ということでですね、今日のあなたの一日が素敵な一日になりますようにということで、今日の話を終わろうと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。